今回お邪魔したのは渋川市みゆき田のラーメンどころハングリー。店内は広々とした感じで、開店直後からお客さんが結構来る。この店には珍しいポテトラーメンというものが存在する。今日はそれを目当てに来た。イカ餃子、大葉とイカが入っていて、大葉の風味、イカの食感がとても特徴的。食べ応えのある餃子。ポテトラーメンが来たようだ。ポテトがいっぱいに乗ったじゃがバタを思わせるようなラーメン。薬味はネギ、刻みニンニクと、この練り物のようなものは生ニンニクと何かを混ぜ合わせたもの。食べると辛い。スープは塩味、バターがとても合っている。麺は中麺か、少しもちもちとした食感が特徴。具のポテトはおそらく焼いたもの。これがまた非常に柔らかくて、これだけでも食べたいと思わせる。とにかくポテトと塩味のスープ、この相性が抜群にいい。薬味を投入してみる。塩味のスープにニンニクの風味が加わり、より食欲をかきたてる。次はカレーとサラダのセット。結構大きいサラダ、野菜が食べられるのは嬉しい。カレーはおそらくビーフカレー。結構胡椒が効いている感じ。今日もいっぱい食べた。ごちそうさまでした。